や、なんか言うかね。天井に穴が開いちまったぞ。壁を登れば外に出れそうだ。何のんきなこと言ってんのよ。この子が武蔵よ。あたいたちが探してるレイガンドの持ち主の。あら、そうだったの。まさかこんなチリがそうだったなんて。こう見えてもあのバンビ兵を全滅させるほどのパワーの持ち主なのよ。へえ、やるじゃない。
でもそのパワーもレイガンドのおかげなんじゃないの。さあ気を失っているうちにさっさとレイガンドをいただいちゃいましょう。チャンスよチャンス。そうね。いってん、どこだここは。何してんのよ。あら、やった。あたいとしたことがつい。ついじゃないでしょ。レイガンドをこの手にするせっかくのチャンスだったのに。だって怖かったんだもの。しょうがないじゃない。お姉様だって怖かったくせに。何？逆切れなわけ？子供はこれだから嫌なのよね。一度ビンチョフィールドに閉じ込めちゃったらそう簡単に解放できないって分かってるでしょうに。まあいいわ、帰ってテキーラ総統に報告させてもらうから。総統ったら最近ボルドーの間抜けぶりやウォッカ大佐のこととかで機嫌悪いみたいだから、どうなっても知らないけど。お姉様それだけは許して。待ってよ。いきなりなんてことしやがんで。もう一生出れねえかと思ったぜ。畜生、ルコアールの奴らめ、レイガンドはそんなに欲しいのか。一体このレイガンド、五輪の書を全て集めたら何が起こるっていうんだ。まあいっか、オイラ考えるのは苦手だし、全身あるのみだぜ。いらっしゃい。ゆっくりしていきな。Thank you.
げっ、これはもしかして毒？なんとかして吹き飛ばせねえかな。この辺に何かいるのかな。
足元が変な感じだぜ。なんだこいつは。